こんにちは、マセン6494です。今回は北海道科学大学薬学部の国家試験の真の合格率、6年間の学費、ストレート合格するための対応策についてお話ししていきたいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。北海道科学大学薬学部ですね。一つ目、6年間の学費が1,134,1,300円でした。入学金を含む。で、まあ、この数字の中で、まあ、食費だとか、また学校の近くで住むとしたら、家賃、また、講義の際の教材費ですね。まあ、そちらは含まれていないっていうところになります。なので、この6年間の費用の最低ラインですね、がこちらの金額になります。そして2つ目ですね。1年次入学者数の平均が186人前後でした。まあ、こちらの数字が、近年の2020年に入学された方が、普通の定員の180人を割ってたんですが、その前の年等では、まあ、その定員より少し多めに取ってたので、まあ、それを足して割った数字が186人前後だったので、この数字にしてあります。そして3つ目ですね。106回薬剤師国家試験の合格率が 69.55% でした。こちらが266人受けて185人が合格だったということですね。まあ、この266人の中が新卒と既卒者の人数がすべて含まれている数字になります。そして4つ目、106回薬剤師国家試験の真の合格率ですね。こちらが 68.77% の、公表されている数字から母数がプラス3人ですね。なので、そこまで率的に、人数的には離れてない合格率の値になっています。まあ、この3人が出願した人数と受験した人数の差ですね。なのでこの3人は、卒業留年とされた方になります。純粋にね。そして、思うことが、6年次の新卒出願者数対新卒受験者数が157人。対157人だったので、全員、出願した人は受験している計算になっております。まあ、ちょっと思ったのが、この3人、先ほど言ったじゃないですか、3人卒業留年してるはずなのに、この数が157で1対1対応してるのちょっとおかしくねっていうのはちょっと思ったところなんですけど、なんかね、ちょっと、このあたりが怪しい匂いがして、ちょっとマジックというか、そういったのを使ってる気配がするなっていうのが、すごくそういった印象があります。そして、この157人っていう数字ですね、に注目してみると、入学者数が186人前後、まあ平均でね。なので、基本的に30人違ってくるので、まあ、イコール6年次までに少なくとも30人の留年者数が留年している人が出ているっていうことですね。ただ、これが最低人数ですね、30人っていうのが。まあ、その理由としては、6年次で卒業留年等している人が、6年生、新6年生と合わさった人数が、6年生の人数っていうことになるので、まあ、少なくとも30人。まあ、おそらく、3人とかだから、まあ40人弱ぐらいが、ストレートで新卒として国試に受けることができない人数になってくるかなというところですね。そして2つ目、既卒出願者数が109人いました。結構、今まで並べた数字で、ちゃんと出願者数と受験者数はそんなに離れてない人数で出していて、まあ、ちなみに80
何パーセントとかなんですよね、新卒の合格者数が。なので、あの新卒だけ取ってみるとまあまあ高い数字のはずなんですけど、ただ既卒の出願者数があまりにも結構多いなっていうところですね。まあ、ここもちょっと不思議なところになってきますので、すげえ格差が学生間で生まれているか、まあ、それともすごくあのシビアに切っていて、まあ、切っている人が、まあ、すごい人数集まっているのを、まあ、ちゃんと伝えてない節があるのかなっていうのがすごく思うところになります。それでは次のスライド行ってみますね。ストレートで合格するための対応策ですね。お話ししていきますね。これが最後のスライドになります。一つ目、学年上位の3分の1の位置に常にいることが大切になってきます。まあ、先ほど話した通りに、まあ、35とか40ぐらいが留年すると。なので、母数としては186人なので、そこの、まあ、30何人、まあ、40人が削られたとして146人になりますね。最終的に。その146人いて、それの3分の1なんで、まあ、150と計算すると、まあ、50位以内にいることが大切になってきます。最低でも2分の1の位置だと75位とかそれぐらいですね。そのあたりにいてほしい。それが、合格するための、まあ、条件ですね。になってきます。そして2つ目、新卒合格率の値に騙されないことですね。まあ、先ほど、まあ、2枚目のスライドでお話しした通りに、新卒の合格率が結構高いんですね。80何パーセントとかで高いので、そこの合格率だけを鵜呑みにして、勉強をずっとしてしまうと、まあ、80何パーセントだから今いる階の10何パーセントが落ちるだけで受かるっていう思いでいると、1つ目の、3分の1、最低でも2分の1の1にいなくても合格できるっていう、そういった思考になってしまうので、それだと不合格になる確率が高くなるし、それまでに留年する確率が高くなりますね。なので、まあ、ストレートでまず合格するためには、まあ卒業しなければいけない、また留年してはいけないという条件だと、この新卒の合格率の値に、まあ、振り回されないことですねが、大事になってきます。なので一つ目を守ってくれれば、二つ目はまあおのずとクリアされているということになります。そして三つ目、マサイ46494の薬学部攻略予備校を視聴するということですね。まあ、これは、まあ、今ご覧になっている方は見ていると思うんですけど、まあ、再生リストに薬学部攻略予備校という再生リストがあって、まあ、1年生から4年生まで、まあ、5年生も入ってるかなの、どういったことをやれば、まあ、効率よく勉強できるかと、うまく、まあ、進級できるかとですね、もう動画としてアップされているので、そちらをご覧になっていただけると、まあ、すごく、今の時点で効率よく勉強ができると思います。まだ1年生とか、まあ、2年生とか、まあ、何年生か見てると思うんですけど、まあ、今の学年で知ってる情報しか、まあ、多少あると思うけど、少ない情報だと、まあ、その少ない情報の中で答えを導き出さないといけないけれど、1年生から6年生までのある程度の、まあ、どうやればいいかっていう知識があると、まあ、どうやってやっていけばいいかっていうのが、まあ、組み立てやすくなるので、まあ、そういった面でも、まあ、すごく、有利になるものなので見てみてください。そして4つ目ですね。薬学部5、6年生時には、まさに46494の 薬剤師国家試験攻略メソッドを視聴。最新情報はまさに46494のツイッターで入手するということですね。まあ、5、6年生時になってくると、まあ、国家試験の勉強について、
まあ、知らなければいけない、また勉強をし始めなければならない、しなければならないっていう状況になってくると、まあ、その状態で、まあ、どういうふうに勉強すればいいのか、勉強スケジュールはどうすればいいのか等ですね、まあ、そういったことが、まあ、考えなければならなくなってきます。で、まあ、その問題になってくることですねはもうすでに、まあ、動画としてアップしているので、まあ、自分が疑問に思ったフレーズとか、カテゴリーですねを検索してみれば、まあ、答えが載っているので見てみてください。もうすでに3年間かな分の動画は溜まっているので、まあ、その中に答えが必ずあると思います。そして、最新情報はツイッターでということで、まあ、私は今、まあ、病院薬剤師として臨床の現場にいて、そして、DI の担当者なんですね。まあ、DI の担当者っていうと、まあ、基本的に最新の医薬品情報等を、まあ、働いている薬剤師に、まあ、伝達するということと、また病院内でその情報を、まあ、伝達していくという仕事になっているということで、その臨床現場で得た知識っていうのが、まあ、国家試験に出やすくなると、まあ、重要なことなので、なのでその最新情報等を、まあ、すぐにあのツイッターでつぶやいたりするので、まあ、それを拾ってくれるだけで他の学生さんたちと差が広がるので、それだけで知ってるか知らないかって解ける解けないの問題が、まあ、新問題で出てくるので、まあ、知ってるだけで差がつく、まあ、それだけすごく有益な情報になってくるので、まあ、視聴してみてください。まあ、そんなところですね。はい。ということで、今回は北海道科学大学薬学部の国家試験の真の合格率、6年間の学費、ストレートで合格するための対応策についてお話ししてきました。それでは。